千住駅界隈の皆さん、お騒がせしております。東京都知事選挙の宇都宮健児候補の街頭演説でしばらくこの場所をお借りしますことをご容赦ください。皆さん、コロナ対策でみんな大変苦しい思いをしましたね。昨日コロナの感染者が60人という大きな数字になりました。今年の3月4月頃と同じような状況にまた戻ってきてるんではないか、そんな心配がします。この北千住でも路上でお亡くなりになる方がいました。大切な一人一人の命、一人でも多く救いたいと私は思っております。そんな都民の皆さんの生存権を守る選挙が選挙です。どうか今日宇都宮健児さんが来られますので、たっぷりお話を聞いていただきたいと思います。それでは最初に市民の代表からご挨拶をしていきたいと思います。足立区で子育てをしているママさんから、毎日一人で宇都宮さんのビラを撒いているそうです。和田愛子さんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。私は主婦として5歳と1歳の子供を育てている和田と申します。本日は皆様、こんなに大勢の皆様の前で初めてお話をするのでとても緊張しているんですけれども、宇都宮さんの良さを皆様に知っていただければと思いマイクを取らせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。宇都宮健児さんって誰だろう。小池都知事じゃダメなのかな。宇都宮健児さんが初めて東京都知事選挙に立候補されたというニュースを聞いた時の率直な感想でした。コロナウイルスの影響で保育園がお休みとなり、てんやわんやな毎日、道端でママ友さんとすれ違っても出てくるお話は先の見えない不安のお話ばっかり。東京都って本当にこれでいいのかな、ちょっとまずいんじゃないかな。日常と政治ってこんなにも結びついているんだ。そう思った私は思い出して宇都宮健児さんの政策を調べました。そしてお人柄を知りました。宇都宮健児さんは確かに地味な方ですけれども、コロナウイルスの対策をはじめとするだけではなく、子どもの貧困問題や光が当たりにくい方への支援策など、政策は温かい思いにあふれているものでした。私は宇都宮健児さんを応援することに決めました。
私には2人の子供がいます。子供はとても可愛いんですけれども、両親が近くにいない私にとっては毎日の子育ては戦いの連続です。ご飯をしっかり食べてくれないとか、夜泣きがひどいとか、そういった切ない思いをママ友さんやパパ友さんと共有して少しでも気持ちが楽になればいいのですが、残念ながらコロナウイルスの影響で児童館や子育てサロンなどがお休みとなってしまい、そのような場も少なくなってしまいました。孤立しがちな子育ての仲間を作るためのサポートであったり、今すし詰め状態で大変な学校や学童保育の人数を減らして学童保育の増設をするなど、宇都宮健児さんは大人のためだけの東京ではなくて、子どものために子どもも暮らしやすい東京を作ることを掲げていらっしゃいます。大人だけでなく、東京は子どもたちにとっても暮らしやすい東京を作ることが大事なんです。孤立して子育てをしていらっしゃる方、虐待で悩んでいる子どもたち、仕事を失ってしまったけれどもどうしていいかわからない、行き場がない、そんな届きにくいけれども切ない声を持っている人を宇都宮健児さんは拾い上げてくださいます。宇都宮さんの手で東京をもっともっと温かい街にしてほしいなと私は願っております。私もボランティアなどはしたことはありませんでしたが、この度宇都宮健児さんの力に少しでもなれればと思い、チラシ配りや電話かけにもチャレンジをしております。これは宇都宮健児さん一人の選挙ではありません。私たちの選挙なんです。ぜひ最後まで頑張って戦ってまいりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。市民を代表して和田愛子さんのご挨拶でした。申し遅れましたが、この選挙は市民と野党が一緒になって選挙対策を行っております。宇都宮健児市民選対足立、私靴沢が今日ここの司会をさせていただきます。よろしくお願いいたします。続きまして、立憲民主党区議会議員飯川由衣子さんからお伝えをさせていただきます。北千住駅をご利用中の皆様、また足立区にお住まいの皆様、そして本日宇都宮候補の演説を聞きにこの場にお越しくださっている皆様、こんにちは。私は立憲民主党の足立区議会議員銀川由衣子と申します。私も宇都宮健児さん応援する一人として本日はこちらでご挨拶をさせていただきます。今この北千住の2階のデッキ、多くの市民の方、区民の方、都民の方々で埋め尽くされています。皆さんこれを見て分かる通り、宇都宮さんの選挙、宇都宮さんを支えているのは皆さんのような市民の方お一人お一人でございます。今回の都知事選挙は市民が作る選挙です。どうか皆様の力で宇都宮さんを東京都知事へと押し上げてください。3月の下旬、こちら東京都では外出自粛要請が出されました。コロナウイルスの蔓延が報道される中、こちら東京都では一向に知事が出てきませんでした。テレビで報道されるのは他の都道府県の知事ばかり。この東京都は大丈夫なんだろうか。東京都ではまだコロナウイルスの蔓延はそれほど広がっていないんではないか。
そう思われていた方もたくさんいらっしゃると思います。しかし3月下旬外出自粛要請がなされ、そして4月5月と東京都では多くの感染者の方が出てしまいました。そして経済で困窮する方、また生活に苦しむ方々もたくさん出てきてしまいました。東京都にこんなに被害を及ぼしてしまったのは完全に初動の対応が遅れたからではないでしょうか。これから秋につれてまた第2波第3波のこの感染拡大予想されております。今のままの東京でいいのでしょうか。これまでのコロナの対応を見てきて、皆様は安心してこの東京を今の知事に任せることはできますか。できない。これからの東京を背負っていくのはしっかりと東京都を運営していける都民、区民、市民の一人一人のことを考えて都政を運営していける、そんなリーダーを選ばなくてはなりません。宇都宮さんはこれまで弁護士として社会的に苦しむ人々の立場に立って活動をしてまいりました。例えばオウムの地下鉄サリン事件の被害者の救済、またグレーゾーン勤務の撤廃など、弁護士として数々の活躍をなされてきました。パフォーマンスだけの政治家はいりません。これからの東京はきちんと実績を残していける都知事が必要です。この東京都をしっかりと運営していけるリーダー、それを選ぶのは皆さんお一人お一人の力です。どうか今回の都知事選挙、この都知事選挙には東京の未来がかかっております。皆様の命と暮らしを守れる都知事は誰なのか、皆様の大切な人、皆様のお子さんやお孫さんを守っていけるのは誰なのか、それをしっかりと見極めた上で都知事を選んでいただきたいと思います。私はそれは間違いなく宇都宮健児さんだと思っております。宇都宮健児さんしかおりません。これまで多くの人々の声を聞き動いてきた、活動してきた市民の代表の弁護士だからこそできる個性があります。これからの東京都は決して偉い人、大きな力に支えている人ではなく、市民と、そして市民の声をしっかり聞く宇都宮健児さん、その皆さんでこの東京都を変えていきましょう。東京の未来を作るのは皆さんの力です。どうか宇都宮健児さんに皆様の一票を託してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいま訴えましたのは立憲民主党足立区議会議員銀河由衣子さんでした。続きまして、同じく立憲民主党東京13区支部長北澤智彦さんからの訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。お暑い中、これだけ大勢の皆様にお集まりをいただきまして、改めて感謝を申し上げます。本当に宇都宮健児さんを一生懸命応援していただいてありがとうございます。そして、聞きに来たんじゃないよと、お仕事中の方、あるいはお買い物途中にこの演説を聞いていただいている方もいらっしゃるかもしれません。宇都宮健児さん、今こちらに全力ダッシュで向かっております。もう5分程度で着くと思いますので、ぜひ皆さん少し私と立憲民主党、そしてこの後には日本共産党の斉藤真理子さんからも応援演説をさせていただきます。10分15分ぜひお付き合いをしていただきたいと改めてお願いを申し上げます。さて、今回の東京都知事選挙、立憲民主党、日本共産党、社民党、そしてその他にもさまざまな政党、市民の方が皆さん力を合わせて今回宇都宮健児さんの応援をさせていただいています。私は今回立憲民主党、そして
宇都宮さんを応援する決めたからだけじゃない、どうしてもこの人に都知事やってほしいと思っている理由が2つあるんです。それをね、少し皆さんと共有させていただきたいと思っています。第一義に、私はこの選挙を通して宇都宮さんに都知事になっていただくことで恩返しさせていただきたいと思っているんです。4年前の東京都知事選挙、宇都宮健二さん一生懸命政策の準備をしてまいりました。そして都知事選挙にいざ挑もうとされた時に、野党候補統一するということで断念していただいた、大変大変大きな決断をしていただきました。当時私は初めて総支部長になって、この地に足立区に来て迎えた、担当した一番大きな選挙だったからよく覚えてるんです。でも当時はその決断の大きさが、痛みがまだちゃんと分かりませんでした。でもその後です、2年間私もこの足立区で一生懸命自分に活動して、いざ衆議院選挙に出ようとしたら、今の現職都知事ですよ、まさにあの緑のたぬきさんと言われている方が新しい政党を作って総理大臣になるために都知事放り出そうとしたじゃないですか。その煽りを受けて、私自身ここで頑張ってきたのに立候補すらできないかもしれない、そういう局面に立たされました。だからなんです、私もあの時宇都宮健二さんご自身がどれだけ悔しかったのか、そしてそれをお支えしていただいていた市民の皆さんがどれだけ悔しい思いをしてそれを断念して受け入れてくれたのか、それが今だったら痛いほどよくわかるんです。だからこそこの選挙全身全霊で取り組んで、宇都宮健二さん都知事になっていただき、そしてそれを皆さん支えてくださった皆さんへの恩返しもさせていただきたい、その思いで第一義に取り組ませていただきます。それが皆さん思った以上にすごい形になってませんか。毎朝私も駅頭やってますけど、日本共産党斉藤真理子さんも駆けつけてくれて、一緒に宇都宮さんお願いしますとやってくれます。さっきご挨拶してくれた和田さんもそうです。今まで政治に関わりなかったけれども、今この状況をほっといたらおかしいじゃないかということで立ち上がって駆けつけて、一緒に宇都宮さんを応援してくれる人がこれだけ増えてきている、今までにない形です。市民の方が前に立ち、そして政党がそれを全面的にバックアップしていく、この形ができているのも私たちが選んだ候補者、素晴らしいリーダーだからだと思うんです。そしてもう一つの理由を説明させていただきたいと思います。今日はこの和田さんが勇気を持って市民の代表としてマイクを持ってここで演説をしてくれました。しかし私ね、本当はもう一人この場所に立っていただきたかった方がいるんです。でも残念ながら断られてしまいました。その方はこの北千住です。この北千住でライブハウスの経営をされている方なんです。もう3月の頭からずっとお店が閉まっていて、大丈夫かなと思っていて、張り紙だけが変わるんです。何月何日頃緊急事態宣言が解除されたら営業開始します。その張り紙だけが変わっていくんだけど、ずっとずっと延長されていって、やっとつい先日ですよ、6月18日から再び営業を再開することができました。その時のお話を聞かせていただいて、本当に苦しい思いをさせてしまったら、私自身も政治に携わる人間としてなんて力不足なんだろうと感じました。そして皆さんご覧ください、我らがリーダー宇都宮健二さんが今こちらに到着をいたしました。もう間もなく宇都宮さんにもマイクをお渡しさせていただきますので、もう少しだけお耳を貸していただけたらと思います。宇都宮健二さんが今登ってまいりますので、どうぞ皆さん盛大な拍手でお迎えください。東京都知事選挙に立候補しております宇都宮健二です。宇都宮健二、ただいま到着をいたしました。どうもありがとうございます。もうすぐ宇都宮さん本人にお伝えしていただきますので、ぜひ私の話はもう少しもうまとめます。このライブハウスの人にも立ってほしかった。しかしね、この人おっしゃってたんです、もうこれから先このコロナが拡大して営業をやめろと言われてももうできない、かといって感染者が出てしまったらお店終わってしまう、進むも地獄引くも地獄、でもやらざるを得ないんだ。そして今やっと常連さんが少し帰ってきて店をね
支えてくれてる。この中にはいろんなお考えの人もいるから今日ここに立つことはできない。でもその思いだけは届けてほしい。そう言われて私今代わりに皆さんにお伝えさせていただきました。皆さんに宇都宮健児さんがこうおっしゃって、私たちは無力じゃない、魅力だけでも無力じゃない、これとっても素敵な言葉だと思います。でも私はここに続けたいんです。本当だったら政治は力があります。あなたを命を守る、あなたの生活を支える力があります。それと同時に使わなければあなたを殺す力にもなってしまうんです。だからこそ東京都の圧倒的な財源ちゃんとあるんです。やろうと思ったらあなたの命を支える、守ることがしっかりとできる。その今こそ仕事を託すのは私はこの宇都宮健児さんしかいないと思っています。ありがとうございます。立憲民主党、私だけじゃありません。今日は銀河さんも来てくれました。他の仲間も一生懸命各地で宇都宮さんの応援をしています。皆さん力を合わせて宇都宮健児さんを都知事に押し上げてまいりましょう。お母さん、あなたの力が必要です。皆さんの力を合わせてこの宇都宮健児さんを都知事に押し上げてまいりましょう。それでは立憲民主党13区総支部長北条智彦からのご挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。北条智彦さんです。続きまして、日本共産党東京都議会議員斉藤真理子さんより訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。北千住駅ご利用の皆さん、そして暑い中足を運んでくださった皆さん、おはようございます。今日も暑い中本当にありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、私は日本共産党東京都議会議員の斉藤真理子です。皆さん、この東京都知事選挙、いよいよあと1週間切りました。今回の都知事選挙は皆さんの命と暮らしをコロナの危機から救うためにも非常に大事な、皆さんの生活に直接関わってくる選挙になっています。皆さん、この間のコロナの対策どのように見ていらっしゃるでしょうか。小池都知事は東京アラート、都庁を赤く染めたり、レインボーブリッジ赤く染めました。これを解除するときに言ったのが、これからは自粛から自衛です、結局自分でどうにかしてください。こういう自己責任論ではコロナの危機は乗り越えられないんではないでしょうか。皆さん、宇都宮健児さんはこの都知事選挙、都民の皆さんお一人お一人の生存権がかかった重大な選挙だと訴えています。自己責任ではなく東京都の責任を果たさせていく、この本当の都政を皆さん、今こそ宇都宮健児さん、市民の皆さん、野党の共闘ともに宇都宮さん、宇都宮健児さんを押し上げて実現していこうではありませんか。まずはじめにそのことを心からお願い申し上げます。皆さん、このコロナの危機を乗り越えていくためには、なんといっても PCR 検査の拡大が重要です。3月、4月、多くの方が熱が出てもなかなかお医者さんに診てもらえない、あるいは検査が必要と診断されても保健所に電話がつながらない、検査をしてもらわない、そうしている間に容体が急変して亡くなる方も続出しました。この足立区、この千住でも路上で倒れた方が亡くなって、後から陽性だったということが分かりました。なかなか検査がしてもらえない、しかし皆さん、小池都知事は都議会で驚くべき答弁を繰り返しているんです。 PCR 検査は必要な検査が行われていると認識している、こういう認識を都知事は繰り返しています。これではあまりに亡くなった方々に対して軽すぎる認識、今後の危機をどう乗り越えていくか、これでは皆さんの命を救っていくことができません。そして医療機関への支援も重要です。しかし小池都知事が今行っているのは、なんとこともあろうに14ある都立病院、公社病院すべて独法化をして都政から切り離して、そして
公的医療サービス削減していく、この独法化を進めているということなんです。都立病院は足立区の皆さん、ここですと駒込病院使っている方たくさんいらっしゃいます。都立駒込病院は真っ先にコロナの患者さんを受け入れて命を守ってきた病院です。病床を空け、陰圧できる病室を機動的に作っていく、こういうことは公的財源があるからこそできる、そういう公的医療、これを削っていこうとする小池都知事、今のこの政策はまさに今一番やってはいけない危険な新自由主義の政策です。どうか皆さん、皆さんのための医療を守る、都立病院を守っていく、そのための一票を宇都宮健児さんに託してください、お寄せください。そして皆さん、私斉藤真理子、宇都宮健児さん、どうしても押し上げたい、この気持ちを一つお伝えしたいと思います。ご存知の通り、宇都宮健児さんは長年生活困窮してきた方々寄り添って救う活動を続けてきました。多重債務の方々を法律を変えて、グレーンゾーン金利をなくし、 高金利な貸金業をなくしていく、このための法改正実現してきました。それだけでなく、多くの市民の運動を支え励ましてきてくれたのが宇都宮健児さんなんです。私自身も議員になる前、認可保育園作ってほしい、戦争につながる安保関連法はやめてほしい、こういう声を足立区のお母さんたちと上げたときに、宇都宮さんはここまで来て、そしてそのお母さんお父さんたちの運動に激励してくださいました。子どもたちに未来、子どもたちの未来を作っていくために、誰もが生きやすい社会を作っていくために、決して諦めない強さと優しさを持っているのがこの宇都宮健児さんです。一人一人の生活に寄り添って行動することができる、この宇都宮健児さんこそ新しい東京都に必要な方ではないでしょうか。どうか皆さんお一人お一人のその一票一票、大きく力を持つ選挙になっています。どうか皆さんのその暮らしを守れ、命を守れの一票を宇都宮健児さんに大きく広げてお寄せいただきますよう、心からお願いを申し上げまして、私東京都議会議員斉藤真理子からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。都議会議員斉藤真理子さんから訴えでした。お待たせいたしました。宇都宮健児候補者本人がこれからご挨拶いたします。よろしくお願いいたします。先住駅にお集まりの皆さん、おはようございます。暑い中本当にご苦労様です。東京都知事候補宇都宮健児です。よろしくお願いします。昨日の東京都内のコロナ感染症患者60人になりました。小池さんは東京アラートを解除しましたけど、解除した後の方が感染者が増えてます。あのアラートは何だったんでしょうか。大変基準が曖昧だと言えます。そしてコロナ感染症の患者がこれからどうなるのか、大変不安に感じていらっしゃる方が多いんじゃないでしょうか。私は基本的に小池さんのコロナ対策、大変問題があったと思っております。オリンピックが延期する前まではあまりコロナ対策を打ち出しませんでした。延期が決まった途端に感染爆発重大局面と言ったり、ロックダウン、オーバーシュート、こういうセンセーショナルの言葉を使いました。そして大変感染症対策に取り組んでいるような素振りを見せましたけど、私は初動操作、初動対応が大変甘かったんじゃないかと思っております。そして東京アラートの解除も何ら基準なく、自分が出馬するから解除を決めた、そういうふうにしか見えません。いかがでしょうか。私は感染症対策をやるためには、もっともっと PCR 検査を徹底的に増やす、こういう体制が必要だと思っております。そして感染症対策の地域の拠点である保健所の充実強化が必要です。この間
東京都は保健所を71箇所から31箇所に減らしてきております。その結果、保健所への問い合わせが殺到してパンク状態になりました。また先ほど斉藤都議がおっしゃられたように、都立病院、放射病院、現在の感染症患者の7割を受け入れております。民間病院が患者を受け入れると一般患者が減りますので、赤字になり経営が困難になります。こういう感染症患者の対応としては、絶対に公立病院、都立病院、公社病院が必要だと思っております。したがって私は独法化に断固反対します。反対するだけではなくて、むしろ都立病院や公社病院の唯一強化が必要だと考えております。小池さんは東京アラートを解除するにあたって、これからは自衛でやってください、こういうことを言いました。あとは自己責任で自分の身は自分で守ってください、こういうことを言いました。そして都の財源もない、補償は限界である、こういうことも言ってます。しかしながら、コロナ感染症に伴う自粛や休業要請で都内では多くの人々が仕事を失い、住まいを失い、営業継続が困難になり、そして命や生活を脅かされております。私はこの選挙は都民一人一人の生存権がかかった選挙である、これを一貫して強調してまいりました。小池さんは休業要請をした中小業者に対して協力金を支払いました。この支払いについては一定評価するところがあります。ただ実際に支給された業者は都内の全業者の3分の1に過ぎません。多くのライブハウスや映画館、経営が困難になって営業を継続できなくなって廃業に追い込まれるところもたくさんいます。そして将来の展望、将来を悲観して自ら命を絶つような飲食店の経営者も出てきております。私は休業要請に対する対応として、補償は全ての業者に徹底して行うべきだと考えております。じゃあそのお金はどうするんだということですけど、財源はあります。東京都は財政調整基金はかなり使い果たしました。それ以外の特定目的の基金があるんです。基金というのは貯金なんです。そしてこの基金をコロナ災害にあった都民の支援のために充てるためには、条例を改正すればできるんです。そこで1兆円ぐらいの資金が見出せます。そして東京都内では不要不急な道路建設が遂行されようとしております。外環道、特定整備路線、優先整備路線、こういうところに莫大なお金を使おうとしております。こういう道路計画、不要不急でない道路計画、しかも住民の反対が大変強いところもあります。こういうところは私は道路計画は一旦中止をして見直します。その財源を全て都民の支援に充てます。そういうような対応を取れば、コロナ対策として3兆円ぐらいの資金が作ることができます。そしてこの基金を中小業者の支援に充てたいと思っております。当面私が考えているのは、固定費や人件費を支援するために1業者42万都内にあるんですけど、都内に42万業者がいますけど、その全ての業者に対して固定費、人件費の支援として月30万円、6ヶ月支給したいと考えております。また多くの学生がバイトや仕事がなくなり、生活が困窮しております。学生、都内の学生を支援するために1人当たり10万円を支給したいと考えております。またとりわけ今回のコロナ災害は、社会的経済的に弱い立場にある人にしわ寄せが行ってます。とりわけシングルマザー、
一人親家庭、大変な困難な状況に陥っています。こういう一人親世帯を支援するために、一人当たり20万円の支給をやりたいと思っております。また、他の自治体では、すでに実行されてますけど、上下水道の料金は基本的に当面ゼロにしたいと考えております。それから、私はぜひやりたいのは、学校給食を、都内の小中学校の学校給食を完全無償化したいということです。子ども食堂、多くの取り組みがなされています。全国で2000カ所以上に増えています。素晴らしい取り組みだと思っております。子どもの貧困対策としても重要な活動だと思っております。ただ、子どもの貧困対策については、真っ先に国や自治体がやるべきだと考えております。そのために、都内の小中学校の学校給食を無償化したい。このお金は400億円ぐらいかかります。ただ、区や市が一部半分負担すると、200億円都が出せば、学校給食は完全無償化できるんです。現在の東京都の予算というのは、一般会計、特別会計を合わせれば15兆4千億です。これはスウェーデンの国家予算を上回るんです。こういう予算の見直しをやれば、そういうお金が捻出できます。さっき言った基金が作れるわけです。そして、私は都立大学の授業料を当面半額化、将来的には無償化したいと思っています。多くの今回の学生の要求も授業料を半額化してもらいたい要求が出てきております。都立大学の授業料は1学年は50億円です。半額化するためには25億円を都が出せば半額化できるんです。この都立大学の授業料の半額化は他の大学、あるいは地方の大学、さらに国の教育政策に大きな影響を与えると思っております。こういうような取り組みを今すぐやる必要があると考えております。で、そのための財政は見出せるんです。そういう取り組みをやる。そして一人一人の都民の雇用を守る、住まいを守る、そして営業を守る、命を守る、生活を守る、こういう都政を皆さんと一緒になって打ち立ててまいりたいと思っております。これまでの都政、日本の社会は国民の命や暮らし、国民の人権よりも経済効率性ばかりが優先する社会でした。そういう社会は自己責任が要求される社会でした。このような社会の在り方を鋭く問うているのが今回のコロナ問題ではないでしょうか。私はこのような社会の在り方を変えていきたいと思っております。経済効率性よりも国民や市民の命や暮らしを大切にする、経済効率性よりも国民や市民の人権を大切にする、そして自己責任よりも社会的連帯や支え合いを重視する、こういう社会を皆さんと一緒になって作っていきたいんです。そしてこれは私たちの子どもや孫にとって一番大切なことかと思っております。そういう社会こそが誰もが希望を持って生きられる社会です。ぜひ子どもたち、お孫さんたちにそういう東京を残すためにもう一晩張り頑張っていただきたいと思っております。選挙は最終戦終盤になっております。小池さんが非常に支持率が高いようです。ただ私たち一人一人は微力であっても無力じゃないです。微力が集まって、集めれば集まるほど大きな力になって、都政を変えて日本の政治を変える力が出てくると思います。そういう微力を集める、そして社会を変える力に変えていく、そういう努力をあと1週間頑張っていただければと思います。私も全力を挙げて頑張り抜く決意です。今日は暑い中本当に話を聞きに来ていただきまして本当にありがとうございます。都選挙の皆さんありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。宇都宮さんの挨拶どうでしたか。私は
こんな暗いコロナの時代に本当に大きな明るい光が見えたと思います。今日の演説の力をさらに広げていきましょう。宇都宮さんに再度激励と私たちの決意を込めて大きな拍手をお願いいたします。共に頑張りましょう。それでは今日のここでの、街頭演説はこれで終わりになります。そしてさらに区内の応援に皆さん駆けつけましょう。それではどうも皆さんご苦労様でした。選挙はこれからが勝負です。共に頑張りましょう。ありがとうございました。頑張った。